はい、というわけでテニファンの小村です。今日は、池袋に来ました。なぜ池袋に来たかというと、ちょっとね買いたいものがあって、来ました。何を買うかっていうのはちょっとね後ほどのお楽しみとしたいと思います。ご覧の通り池袋のウィンザーラケットショップに行ってきました。で、何を買ってきたかというと、じゃん、これですね。ちょっと早速開けてみたいと思います。ボールレスキューというやつですね。はい、ボールレスキューで、これにこうポンプが、自転車のあの空気入れみたいな、タイヤの空気入れるやつみたいなのがついてます。はい、こういう感じですね。はい、で、これは何をするやつかというと、まあ多分お分かりだと思いますけれども、空気の抜けたテニスボールのをこれに入れてですね、さっきのポンプで空気を送って加圧して、孵化させるというタイプのものです。もうなかなかちょっと売ってるのがなくって、ウィンザーの池袋店にあるということを聞きつけて早速買いに行きました。でね、あの今日見に行ったら2つあって2つ在庫があって、そのうちの1個買ってきたんで、もう1個だけ多分残ってると思うんですけれどもね、僕らはまあ週に1回あるいは 2,3 週間に1回テニスをするんですけれども、やっぱりニューボールを開けると次使う時には結構空気がなくなっていて、また新しいボールみたいな感じになるとすごくもったいないですよね。ちょうど今手元に、だいぶ前にこれ 2,3 ヶ月前に開けたやつかな。で、まだ全然ほら、綺麗なフェルトもいっぱい残ってて、マークもしっかり残ってるやつなんですけど、こうかなりもうね空気が抜けてベコベコの状態のボールがありますと。でこれが2つあるので、これをまあ復活させてみようかなと思ってます。でこれを使って果たしてどれぐらいこうボールが戻ってきて、新品同様の空気の量で使えるかということをですね、まあ検証してみたいなと思っています。で早速なんですけど、ちょっとボールを入れていこうかなと思います。2パックというか2缶、ね、4個いるのが2缶あるので、片方をまずやってみて、やんなかった方とどれぐらい違うのかっていうのを比較したいと思います。これでまずは完成かなと。でこの状態でどれぐらいすれば復活するんだろう。1日ぐらい置けば復活するのかな。書いてる書いてる。ボールを回復させるには圧力をかけた状態で72時間から2週間程度ボールレスキュー内で保管をしてください。だから3日以上2週間以内ぐらいでこの状態を保てばいいってことですね。だから1日2日じゃダメだってことだ。はあ、ははあ、なのでちょっと次回、テニスするときにですね、ちょっと開封してみてどこまで回復してるかっていうのをチェックしてみたいと思います。その時までワープ。というわけで1週間ほど圧をかけてですね、空気圧をかけて、どれだけ回復するかっていうのをやっていきたいと思います。で、ほぼ同じタイミングで、使ったこの圧をかけてない、空気が抜けたボールとこのボールレスキューで圧をかけたボールがどれだけ跳ね方が違うかっていうのを少しやってみたいと思います。で早速上げていきます。お、いきましょう。おお、抜けてきた、抜けた。よし、これで抜けたんで開けます。さあ果たして、どう、あんまり変わんねえなあんまり変わんねえな、なんか持った感じどうだろう。あんまり復活しないような気がする。ちょっとこんな感じ、グッ
マークにして、グッ。もともと圧をかけてなかったやつですね、これ。グッ。あんま変わんねえぞ。よし、ちょっと。こっちが圧をかけた方ですね。こっちが圧をかけなかった方。どれぐらい万能変わるか。いきます。多少、確かに。映ってるかな。少しだけバウンドしてるけど、あんま変わんないな。もう一回、ほんの少し、ほんの少しだけ回復しました。ちょっと空気の圧け方が、圧のかけ方がちょっと弱かったのかもしれないです。ちょっとね、またこれ引き続き実験したいと思います。今日はこんな感じです。音声トラブルで声が取れてなかったので、ここからはちょっとアフレコでいきたいと思います。で、前回は空気が抜けてしまったボールに対して、加圧して復活させられるかという検証をしましたけれども、1週間では十分な状態までは復活できませんでした。で、今回は入管を開けて1回だけ使ったボールを、その後ボールレスキューに入れて加圧した状態で1ヶ月間放置したとしても状態を維持できるかという検証になります。通常何もしないで1ヶ月間も放置するとね、完全に空気が抜けてしまいますけれども、果たしてどうなるでしょうか。地面にこうバウンドさせて、見たところ、ちゃんとね、これ跳ね返ってくるので、しっかりとした手応えを感じています。これはね、期待できると思います。というわけで、1ヶ月ほど放置したボール、入管を開けて1回だけ使ったボールを、ボールレスキューに入れて空気圧をかけて約1ヶ月ほったらかしにしたボールを使ってカビ打ちをしてみましたね。いや、全然良かった。これは完全に抜けた状態からもう一度圧をかけ直すのは結構大変だと思います。時間もかかるだろうし、1週間はそこらでは多分戻らないんだなと思いました。なので、これの一番の正しい使い方は、入管で開けた後にそのボールがその後ほったらかしにして、徐々にこう空気が、抜けていくのを防ぐに使うのが一番いいのかなと。それ に対してのこの約8000円ぐらいですか、はちょっと高いかなっていう気はするんですけど、でもね、ボールを無駄にしないという意味で言うと環境に優しい商品なのかなと思ったりもします。はい、全然もうね、これで、普通1ヶ月もほったらかしにするともペコペコになって、もう軽くなって全然ね、ボールとして機能したくなるんですけれども、1ヶ月放置しても全然大丈夫でしたという動画です。はい、最後までご視聴いただきありがとうございました。